うずめさんが復活してから数ヶ月が経ちました。消滅したと思われたゼロ次元と新次元はまるでうずめさんの復活に合わせるように復活、一つの独立した次元へと戻っていきました。なだれ込んできた妄想モンスターたちも各国の軍や勇士たちに討伐され、ようやく平和な姿を取り戻しました。各国は女神のもとへと戻り、ゴールドサードは女神不在の国を代わりに統治していたことから、いつからか英雄と呼ばれるようになりました。さて、皆さんが気になるネプテューヌさんたちと冒険した皆さんですが、その様子をちょっと覗いてみましょう。の大胸筋もこのうまさに震えている。エスージャもどうだい？興味ないね。それより次の目的だが。ああ、錬金術が盛んな町だろ。それならここからなら歩いて1日くらいで着くはずだ。そうか、すまないな、道案内を頼む。ごめんね、シューシャちゃん。この子物事を風水で決める癖があって、その結果に騙されやすいの。この間もよくわからない風水師の言うこと信じて新宿タウンから引っ越しちゃうし。イーシャはお肉を食べたがっている。食べますか？はい。うるさい、二人とも黙れ。イーシャめ、いつの間にか変なテクニックを身につけて。相変わらずエスーシャらしいじゃないか。ま、私もハンター業も暇になってきたところだし、道案内でよければどこまでも付き合うさ。おお、ミオ、ステマックスよ。エール様の新作フィギュアが出てるではないか。さすが金髪巨乳の代名詞ともいえるだけのお方ではある。ポーズもファンのニーズを分かっておる。それだけではないでござるよ、将軍。胸の部分は柔軟性のある素材を使っていて、なんと胸の柔らかさを再現しているのでござる。なんだと？これはわしのような金髪巨乳とおたしなむものだけでなく、一般人にも爆売れの予感じゃ。よし、早速経社からもらったノーマル様の特別記事にアフィリエイト広告として貼り出そうではないか。ちょっと待ったー。ラフィーン、あなたたちね、あることないこと私と経社の関係を記事にしないでくれる？おかげでラステーションの女神は女の子好きとか女子学生に手を出したとか言われているのよ。何を
て事実、経社からもらったものだぞ。そうですよ、ノワールさん。ノワールさんと話したこと、遊んだこと、すべて事実として将軍にお渡ししているんです。私はただノワールさんの友情をもっといろんな人に知ってもらいたいだけなんです。事実って、どう見てもこの記事の内容じゃ恋人同士のように書かれているじゃないの。いくら私たちへの協力で執行猶予をもらったからって度が過ぎると問答無用で捕まえるわよ。わしは変な着色はしておらんぞ。弊社からもらった文章をそのままコピー&ペーストしているだけじゃ。コピペコピペ。弊社は将軍を利用して愛もしない既成事実を作ろうとしているでござるが、修羅場になる前に拙者は逃げるでござる。ブラン様、温かいお茶をお持ちしました。ありがとう。騒動や冒険を本にまとめているの。ラノベの執筆もいいけど、たまにはノンフィクションものもいいと思わない？いつか私たちが過去の守護女神になっても、この本がある限り私たちは覚えていてもらえるわ。わあ、素敵ですね、それ。もちろん私も登場するんですよね。ええ、もちろんよ。シーシャもロムもラムも、あの革命家も、みんな登場するわ。そういえば、ロムとラムは元気にやっているかしら。静かに書きたくて、ベールのところに遊びに行かせたんだけど。ベールさん、この本に出てくる男の人、みんな裸なのはどうして？寒くないの？風邪ひいちゃうよ。よく見てくださいな。立派な筋肉をしているということは鍛えている証拠だから、裸でも風邪はひかないんですわ。おお、筋肉すごいね、ロムちゃん。はあ、ムキムキですごい。ドキドキ。あ、それとラムちゃん、私を呼ぶときはベールお姉ちゃんかベルッチですわよ。どうして？ベールさん、私たちのお姉ちゃんじゃないよ。そうですか。私の身内しか食べることのできないとっても美味しいお菓子を用意したのですが。はいはい、私それ食べたい。いいでしょ、ベールお姉ちゃん。ベールお姉ちゃん、私もお菓子食べたいなら一緒に食べましょうか。仕事をほったらかしてどこに行ってるのよ。もうおかげで書類の山が全然崩れないし、このままじゃネルギアと遊びに行けないじゃない。もう最悪。なら拙者が手伝おうか。うわぁ、ちょっといきなり出てこないでよね。すまないでござる。それにここ私の部屋。女の子の部屋に無断で入ってくるなんていい度胸じゃない。なんだ、ここがユニ殿の部屋でござるか。確かに、ユニ殿が好みそうな装飾にアンティークのライフル、そして部屋全体に漂うユニ殿のカホリゼマックス、アサルトライフルとガトリングガンと対戦車ライフル、あんたはどれが好き？あんたの好きな銃で、その万年も色の頭を打ち抜いてあげるわ。冗談よ。手伝ってくれるなら今のは聞かなかったことにしてあげるわ。ただし、次勝手に私の部屋に入ってきたら、その時は覚悟しなさいよね。そしてネプテューヌさんたちはというと、
日お風呂場で体重が増えたとか騒いでたのはどこの誰だったかしら。昨日増えた体重はなんと今朝にはもう元に戻ってたんだな。これが嘘、まさか太らない体質だとか羨ましいこと言わないわよね。まさかお姉ちゃん、ゆうべ女神化したり解除したりを繰り返してたのは。さすがねブギア、さすがいいね。女神化するだけでだいぶカロリーを使うから女神化ダイエットをしてたんだ。ダイエットに女神化。歴代の女神様を見てきましたが、女神化をダイエットに使ったのはネプテューヌさんが初です。ネプネプらしいといえばネプネプらしいダイエットです。そういえば娘さんたちが帰ってくるのそろそろじゃないですか。確か封印されている間にゲーム業界がどうなったのかを見てくるって旅に出たのよね。大きいネプネプと海尾さんも一緒です。ゼロから再出発だって言って大きい私と一緒に出て行ったんだよね。そっか、とうとう帰ってくるのね。また教会が賑やかになるわね。到着、たった今。あ、戻ってきたみたいですね。噂をすればなんとやらです。って、おわー、だいたたたたたたまさかのワープ失敗。大丈夫かユズメ。おかしいな、ちゃんと座標は指定したはずなんだけど。あ、さてはクロちゃんだな。てか、むしろクロちゃんでしょ。たまん見ろだ。いつまでも俺を標本に閉じ込めてるからだよ。嫌だったら早く出すんだな。そんなことすると余計に出してあげないんだから。それどころかやっぱり針で止めちゃうよ。そうだな、座標をずらされたのも今回で何度目かわからないし、こりゃ本格的にお仕置きが必要かもしれないな。でっかいねプッチ、これを使うといい。旅先で出会ったハリセンボンがくれた針だな。フロワールを止めるのなら十分だ。け、それだけは勘弁してくれ。羽も俺もデリケートなんだってば。あのおお、そうだった、帰ってきたんだった。ようみんな久しぶりだな。娘も元気そうだね。数十年ぶりのゲーム業界はどうだった。食べ物は美味しいし、みんな優しいしね、いい世界じゃないか。そうだ、聞いてくれよ。旅先で俺を覚えているじいさんに出会ったんだ。話を聞くと、そいつ俺に向かってダッセーとか言って悪ガキだったんだよ。けどリアカー引いて草の根運動をする俺と海尾からゲーム機を買ってくれたんだよ。しかも驚いたことにだ、そいつは歴史が改変されても俺のことを覚えてくれてたんだ。あの悪ガキが俺のことを覚えてくれてたなんてな。覚えていた人がいたんですか。あー、すごいな。実はな、覚えていてくれたのはそいつだけじゃなかったんだ。他にもだな。娘、旅先の思い出を語るのもいいが、一つ挨拶を忘れていないか。